ジョ璃ルリ寺は、愛媛県松山市、ジョ璃ルリ町にある新言宗豊山派の寺院。伊王山、洋主院、本尊は、薬師如来、四国八十八箇所霊場の第四十六番札所。蓮の花、ボタン、アジサイ、アカンサスと季節の花々が咲く寺である。本尊新言、恩コロコロ仙台まとうに草和歌五栄歌極楽のジョ璃ルリ世界だ。 らえば受けくる暗く落は報いならまし、入り口石団の左の正岡式の久肥寺殿によれば、大仏海岸を前にした、和道元年に不況に訪れた行基が道を混流、本尊の薬師如来と脇寺の日光菩薩、月光菩薩、十二神将を刻んで安置して回帰したという。その後、大道二年に空海が本寺を再興したと伝える。 室町時代末期には当時に帰営した足利幕府の武将、平岡道儀が画覧を整備した。聖徳五年の山火事で消失し、江戸時代中期の天明五年に、住職、行恩の尽力により復興した。本堂主藩、花番、仏足石剣道から石段を登ると木々に覆われた境内に入り、右に首郎、首労、仏亭市が左に、農協所がある。 先に進むと左に、長曽馬、仏足石、右に、いぶきびの木、もみ台石、石砲石があって正面に本堂が立ち右に、大指堂。本堂左手に一眼目在天堂が、さらに進むと境内に隣接した、弁天地は、霊園になっていて、開花時期には全面に蓮の花が咲き、6月中旬の短い時期であるが、境内の北側にはアカンサスが咲く。 儲かいし坂本屋、ありがとうございます。